レッドオクトーバー。あの名作映画レッドオクトーバーを終え、を題材にしたゲームです。内容は、横スクロールの、シューティングゲームで、魚雷やミサイルなどを駆使して、全8ステージを戦い抜きます。フィールドが結構広いので、探索する楽しみもありました。潜水艦だから動きが鈍く、操作を覚えるには練習が必要です。かなり難易度は高い作品で、初見でのクリアは相当難しいです。しかし、潜水艦独特な動きを覚えると、その動きが癖になります。さらに、音楽はしっかり映画のアレンジも聞いていて、攻撃音も海底での反響音が聞こえたり雰囲気は伝わります。また、デモシーンでは、あの映画の渋い雰囲気は味わえるので、一気に独特な世界に引き込まれます。もし、あの海の男たちに惚れたなら、挑んでみるのも悪くないです?アダムスファミリー。あの訳あり家族を描いた、改作アダムスファミリーを題材にした横スクロールのアクションゲームです。ストーリーは、父であるゴメス以外の家族が謎の人物に誘拐され、助けに行きます。基本スーパーマリオのように、ジャンプや踏みつけ等で、敵を倒して進みステージ奥にいる、ボスを倒すと一人ずつ救って行きます。この屋敷は複雑に入り組んでいるので、横にはペンと紙が必須です。また、ところどころのブロックを突き上げると、ヒントがもらえるのは、なんだか新しかったです。また、至るところに、隠し通路や部屋があるので、それを探してパワーアップしないと、クリアは難しいです。敵も多く、少しキャラの動きに、癖がありかなり難しいという、賛否両論な点もあります。しかし、アダムスファミリー、敵そして背景のグラフィックや、流れる BGM については、あの映画の雰囲気を壊していません。アダムスファミリーにハマっていたり、難しいアクションやりたい方には、ぴったりなゲームです。エイリアン、VS、プレデター。あのハリウッドの二大モンスター、プレデターとエイリアンの戦いを描いた作品です。話は完全オリジナルで、宇宙の開拓地でエイリアンに遭遇し、救難信号を出し、やってきたプレデターとエイリアンの壮絶な戦いを描いたベルトアクションです。プレデターは肉弾戦や、おなじみショルダーキャノンや、槍等を駆使して、エイリアンの群れを撃退し、全6ステージクリアを目指します。ショルダーキャノンは、使うと体力を消費するので、使いすぎて弾切れして、エイリアンに引っかかれて、倒されるのは、日常茶飯事です。また、武器も1回投げて終わりな、パターンもあるので、敵を引きつけて、使う必要があります。あのカプコンのアーケードゲームとは、少し内容は異なりますが、スーパーファミコンの容量を極限まで、使った音楽やエイリアンのグラフィックは、圧巻です。また、映画の世界観も、最低限維持しているので、あのキャラクターたちの信者なら、難しい難易度でも、ポジティブにプレイできるかもしれません。フック、あの映画にもなった、ピーター・パンのその後を描いたゲームです。主人公は元ピーター・パンで、今は中年になって子供もできて、当時の記憶が全くない状態で、フック船長に子供をさらわれ、自ら助けに行くアクションゲームです。なぜか少し動きがもっさりしていて、それで敵の動きが早かったり、空中で砲撃をかわすシーンでは、よく反応が遅れて砲弾に突っ込む、形になりました。とにかく自分の動きと、相手の動きを、よく読んで慎重に進む必要があって、ある意味原作の設定を踏襲している部分かもしれません。映画をモチーフにしていますが、内容はほぼオリジナルで、家族愛の話などカットはされ、ツッコミどころ多いですが、しっかり物語に寄せている部分も多く、特にラストのフック船長との戦いは、手に汗握ります。音楽も雰囲気を壊していないので、ディズニーファンなら、戦う価値あるかもです。スーパースターウォーズ。あのビクターが出した、本物のスターウォーズのゲームです。内容は、ルークやハンソロと、おなじみのキャラを選んで、アクションや、タイファイターでの、ドッグファイトとエピソード4の、あまたなる激戦をくぐり抜けます。横スクロールのアクションでは、落とし穴があるので、せっかく装備が強くなったのに、穴に真っ逆さまに落ちて、唖然としたり、途中の酒場で登場する、ボスのあまりの硬さにあっけに、取られているうちに、猛ラッシュを受けて秒殺されました。その難易度はスーパーファミコンで、一番難しいと言われていました。このためやはり賛否両論ありますが、スターウォーズのエピソード4の、ストーリーを忠実に再現した、展開はさすがだと思います。音楽もグラフィックも当時としては、いい感じです。最高難易度でクリアできたら、ジェダイの騎士になれるかもしれません。ちなみに、海外版の同タイトルは、スーパーファミコンをはるかに超える、難しさを味わえるようです。スーパーバックトゥザフューチャーに、あの一時代を築いた、ロバート・ゼメキス監督作の、名画を題材にしたアクションゲームです。内容は、ホバーボードに乗った、主人公のマーティンを操作して、映画の追体験をします。基本は、高速で移動しながら、敵の攻撃をかわしてホバーボード、で上から敵を潰して倒して進みます。まずは、この浮遊感に慣れる必要がありますが、気持ちいいくらい動くので、調子に乗りすぎて穴に真っ逆さまや、敵の弾に乗っかってしまったりすることは、日常茶飯事です。また、1ステージはかなり広いので、探索しながら進むのも楽しいです。やはりこの独特な動きに、慣れずに投げ出す人が多いですが、パスワードコンティニューできるので、練習して上手くなる楽しみはあります。難易度や理不尽なトラップに賛否両論ありますが、キャラの絵もコミカルで、背景や音楽も映画の雰囲気をうまく伝えています。あの映画のファンなら乗り越えられると思いますし、映画を知らなくても、アクションで腕を鳴らした人なら、挑むのもありです。ホーム・アローン。あの子役だった。マコーレー・カルキンの名前を、一気に有名にした名画のゲーム化に、ファンは色めき立ちました。内容は、横画面のアクションゲームで、いつもの自宅の中を、マイケル少年を、操作して泥棒たちより先に貴重なものを、守るアクションゲームです。武器は、一応パチンコや、水鉄砲を問う子供らしい武器で、基本は水鉄砲で敵の目をくらませて、先に進みます。当然家には仕掛けたトラップが、至るところにあって、何も考えずに進むと、本来泥棒を引っ掛けるはずの、トラップに自分が引っ掛かることも、よくあります。また、一面クリアすると、装いも新たになるので、いつでもドキドキしながらプレイできます。とにかくトラップが凶悪なので、人を選ぶゲームかと思います。しかし、映画のどんちゃん騒ぎは、再現できているので、難しいのがお好きなら楽しめます。ちなみに、昔マコーレー・カルキン、自身がこのゲームをプレイするという、粋な動画もあるようなので、そちらも見るとより楽しめます。